ぎチャンネル。はい、スタートしました。青らぎチャンネルです。5月6月の最優秀浦安川柳発表ということで、出演者紹介、山中一郎さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。で、私金目アットマーク浦関連にお送りします。浦和で川柳とはということなんですけども、こちら浦木のウェブ版の方でコラムを展開しておりますが、改めて浦和川柳とはの山中さん、お願いします。さまざまな浦和レッズの観戦の楽しい方がある。それで言うなら、立って思いっきり応援するってやり方もあるし、好きな選手を一人一人見ていくってやり方もあるし、それから戦術をずっと見ていこうっていういろんなあの見方もあると思うんですけど、我々はより風流に川柳を読みつつ浦和のレッズの試合を楽しもうと、そういう趣旨でこの浦和川柳の会を始めたわけです。じゃあ早速ですけども、5月6月の振り返りということで、はい、まず5月から、5月6日ゴールデンウィークの時に J1 リーグ第12節浦和 VS 横浜 F マリノスの試合がありまして、こちら2対1で勝ちました。浦和のウェブサイトのコラムの方から書いていただいた内容の中で一つ戦略紹介をお願いいたします。はい、風が強くて非常にですね、結構押してた部分もあったんだけども、コーナーキックやたら取るのになかなか手が取れないなと思って、こういう句を読んでみました。玉際がゴール届かぬ風の優秀川柳というのがありまして、そのコラムで皆さんコメントを書いていただいて、はい、その中からいいね引くダメから計算しまして、一番いいね数が多いの、はい、優秀川柳として発表していきます。はい、じゃあお願いいたします。山中さん、はい、アジアトリ甘くないぞと胸を貸す。 ACL の前だったんですね。僕自身がもう一つ選んだのも大体同じなんですけどね。このいいね数と関係なく、山中さんがこれはちょっといいなと思った山中一郎賞の方、ほう内容は近いんですけど、容赦なしアジア王者の送り出し、うまい、完全にレッズがですね、アジア王者の先輩というかアジア王者としてマリノスに、お前これじゃダメだぞと言ってるという、うん、送り出しです。続いて5月の15日水曜日に行われました J1 リーグ第14節浦和ベース京都、3対0で浦和が勝ったと。快勝ですね。これ結構もうね、安井と渡辺龍馬とサンタナと、もう3人がそれぞれいいゴールでしたね。うん、山中さんの川柳発表お願いします。雨が降ったんですけど、本降りにナイスミドルが突き刺さり、安井のゴールをナイスミドルがちょうど突き刺さった感じでね、よかったですね。優秀川柳の発表をお願いいたします。海渡る良い波続け神戸、あの安井海斗にかけてってことですかね。そうですかね。山中一郎賞の発表をお願いいたします。ちょっとこれは木をてらった感じだったんで、まあちょっとどうなのかなと思いますけど、いきますよ。諦めずやっててよかったヘルム。おー、まあ、3-0 でしたもんね、この時は。この時はね、この時やっててよかったなと、この時はヘルム式もよかったなというふうに思ったんですけど、その後そうでもねえかなといろいろあります。今思えばですね。続きまして5月の26日 J1 リーグ第16節浦和 VS 町田、こちらは1対2で負けてしまったという。出ちゃいましたね。これはもうちょっとね、悔しいって負け方でしたね。はい、川柳発表をお願いいたします。最後負けた後じゃなくて途中で思ったやつですけど、赤い風おごる黒田に鉄椎を、黒田監督に対するブーイングがひどかったんですけど、うん、なんとなくちょっとイラつかさせるようなキャラクターであることは事実。確かに、ね、よくも悪くもやはり注目度高いですかね。注目度高くってなんかね、ちょっとなんだこいつっていう感じのところです。会って喋ったわけじゃないから人間は分かんないんだけど。抹茶戦の優秀川柳発表をお願いいたします。はい、国立はチャカチャカズノンで借り返す。黒田監督がつなぐようなサッカーのことをチャカチャカしたっていうふうに言ってまして、そういう意味で出てきたのかなとは思いますね。次の8月31日本当にこの言う通り借りを返したいですね。そうですけど、ちょっとねまだ分かんないですけどね、意外とヘルモ式がうまくいったりいかなかったりしますからね。そうですね。抹茶戦山中一郎氏は発表をお願いします。これその時はちょっとあれだったんだな。ソルバッケン今のままでは事故物件、ソルバッケンと事故物件っていうその語呂合わせが面白いなっていうところが。確かに、はい、うまい。6月1日の J1 リーグ第17節浦和 VS 神戸、こちらが1対1ということでしたね。うん、聞き分けでした。あ、山中さんの川柳の発表をお願いいたします。はい、嬉しさは中島ソルで2点分、まあ、中島翔也がハーフタイムの交代入ってきて、かなり流れが裏側になったような気がしました。中島がやっぱりね、この時完全に戻ったなと、覚醒したなって感じがしたんです、うん、神戸戦の優秀川柳の発表をお願いします。はい、90分翔也のショーを見てみたい。後半から出てきたんで90分見たいよと思ったんですけどね、その後怪我しちゃってね、今は出てないという。あんまり全部出ない方がいいのかもしれないですよ。山中一郎賞発表をお願いします。はい、いいですか。あら不思議2枚で激変別チーム、これはねまさしく同じですね、言ってることは。この時の中島はこれだったら今度はあの出続けたらどんだけ点取るかなっていう気がその時はしたんですけど、やっぱり怪我が多いね。なかなか怪我で泣いちゃってますね。
まあ、入っちゃってます。5月22日 J1 リーグ第19節浦和 VS 鹿島の方は2対2の引き分けと。2対2ですね。最後の方で武田が大活躍しまして、そう揺れたみたいな感じでした。揺れたというのが、ね、山中さんの鹿島戦の川柳発表をお願いいたします。はい、私はそこではね、武田を見てこう思った。人生の分岐点を見た夏の夜。まさにそうですねと思ったけど、その後点取れてないんだ。まあけどそっから試合出てますから、出てるわに取れてないんでね、頑張ってはいるんだけど、あの時は分岐点だ、ここで彼は覚醒するんじゃないかなっていう感じが非常にしたんですけどね。鹿島戦の優秀川柳発表をお願いいたします。2戦こそスタメン武田見てみたい。これは本当に見せてもらいましたけどね。2ゴールですからね。2ゴールで 2-2 の引き分けにしちゃったんだ。よく考えれば勝ちじゃないんだ、引き分けなんだ。そうなんです。暗闇に一戦希望の左足。6月30日に J1 リーグ第21節浦和 VS 岩田がありまして、こちら 3-0 で快勝でしたけどね。ということで、コラムの方から山中さんの川柳発表をお願いいたします。その後宇賀神とかも出てきたんでですね、こういう句にしました。じゃあまたね、お帰りなさいの交差点。宇賀神とかが戻ってきてね、出たり入ったりのちょうど交差点のような試合だった。残された選手が躍動、新浦和。ソルスとか酒井がいなくなっても何とかやってくれるのかなと思ったんですけど、ちょっと今湘南戦見る限りは大丈夫かみたいな、また戻っちゃった感じがします。岩田戦の山中一郎賞の発表をお願いいたします。これが割とストレートでいいかなと思って、寂しさを希望に変えた新キャプテン伊藤が、この試合は特になんですけど、うん、これだけやるのかっていう感じがあったじゃないですか。ワンゴールツーアシストですね。だからこれはすごいなということで思った、うん、でその後も悪くはないんですよね。そうですね、活躍キャプテンです ね、はい、ということでまとめにいきたいと思います。5月の最終列川柳を発表をお願いいたします。5月はめっちゃ綺麗なんで、やっぱり海渡る良い波続け、神戸が綺麗は綺麗だ、全部勝っていれば優勝争いもみたいな感じだったんでしょうね、その時は、うん、はい、ちょっとね、今そういうことが強く言えなくなっちゃった。ということで6月の最優秀川柳の発表をお願いいたします。もうすでにその後また状況が変わっちゃってはいるんですけど、この90分翔也のショーを見てみたいかな。逆に言うと今こそ見てみたいですね。この時はだから完全に期待してって感じだったのが、うん、ちょっとまた待たないかなって感じ。ちょっと8月まで待たないといけないみたいなことをヘクも監督も言ってましたね。5月の初めの頃はこれはまた一気に上昇気流に乗るかなと思ったら、なんとなくちょろびになってって完全燃焼ですかね、やっぱりどっかね。結構みんなそれこれ見てると思うんですけども、次の試合とかその次の試合向けのような話が多いんで、今思うと例えば以前こそスタメンだけだ見てみたいなんて、本当にスタメン出てきたりしちゃったからね。だから意外とだからそういう意味で言うと、後から振り返るとコメントしづらいっていう感じの句が多かったような気がしますね。やはりまだまだメンバーが固定してないなって感じは確かにします。で今度またこれでディフェンスどうするのかっていうか、どう変えるのかとか分かんないですかね。今年は他のタイトルもあんまりないんで、今年優勝云々とかそういうこと言わずに楽しんでみようかなっていう状況にだんだんなりつつあるかもしれないです、ね、はい、じっくりと、はい、じっくりと川柳を読みながら落ち着いて楽しむということ。そうですね、我慢していきましょう、はい、ということで山中さん告知コーナーをお願いします。売れないお笑い芸人がですね、中野区議会の議員になって今頑張ってるっていう話を今度本にするんで、伊関源次さんという人の本なんですけど、それともう一冊今度はこれと同時にですね、2つありましてですね、群馬県の沼田の市議会議員になった女の人の本もあるんです。2冊連続で出します。これは7月の29日と8月の2日発売ですから、もうすぐですちゃんと本ができたら次はちゃんと告知できるんです。わかりました、まあ、今後も浦和レッズ川柳やっていきますので、ぜひぜひ浦和議員のウェブ案の方にぜひぜひ書き込んでいただいて、そしたらこちらの方で川柳発表させていただきますので、はい、よろしくお願いします。山中さん今後ともよろしくお願いいたします、はい、ありがとうございます、よろしくお願いします。